甘い飴の飴、インドの昔話。昔々インドのある村にラクシュミとラーマという兄弟が住んでいました。姉のラクシュミは12歳で、弟のラーマは8歳です。かわいそうなことに、兄弟のお父さんもお母さんも病気で死んでしまい、二人に残されたのは庭のある家とほんの少しのお金だけです。ラクシュミは村の家々のお手伝いをして、わずかなお金をもらうことにしたのですが、それだけではその日の食べ物を買うだけでお金はなくなってしまいます。そこでラクシュミは弟のラーマに言いました。ねえラーマ、これからは庭に野菜を作って市場に売りに行きましょう。この家の土地はとってもいい土だってお母さんが言っていたから。すると弟はこう答えました。いいけど、おやつに飴を買っておくれよ。そこで姉は家にあるお金をかき集めると、市場へ行って野菜の種と飴を買ってきました。そして二人は庭を耕し始めました。でも小さな庭でしたから、子供でもそんなに時間はかかりません。もう少しで耕し終わるとき、カキンとクワに何か硬いものが当たったような音がしました。なんだろう。二人が掘ってみると、なんと金貨や宝石がたくさん入った壺が出てきたではありませんか。すごい。姉は驚きのあまり、それ以上の言葉が出ません。これだけあれば一生食べるには困らないでしょう。弟は大喜びで駆け出しながら言いました。すごいよ、僕たちは大金持ちだ。早速みんなに自慢しなくっちゃ。え？あ、言いふらしてはダメよ。姉は慌てて弟を止めようとしましたが、もう弟の姿はありません。大変だわ、ラーマのことだから村中に宝物のことを喋ってしまう。そうしたら欲張りな大人たちがやってきて、この宝物を横取りしてしまうかもしれない。どうしよう。何かいい方法。そうだわ。賢い姉は急いで壺を取り出すと、誰にも見つからない場所に隠しました。そして壺があった穴を埋めて平らにすると、そこに野菜の種をまいて水をやりました。それから買ってきた飴を鍋に入れて水と一緒に煮溶かしました。さて、しばらくして戻ってきた弟は、村中を走り回って疲れたのか、庭のマンゴーの木の下のベッドでたちまち寝てしまいました。姉は溶かした飴をお椀に入れてマンゴーの木に登ると、上からパラパラと振りまきました。溶けた飴は太陽の光にキラキラと輝きながら弟の周りに降り注ぎます。飴を巻き終えた姉は木から降りると弟に言いました。ラーマ、ラーマ、起きてよ。空から飴の雨が降ってきたのよ。え？弟はびっくりして目を覚ますと、手についた飴を舐めながら言いました。本当だ、この雨とっても甘いや。嬉しそうに手を舐める弟に姉は言いました。さあ、飴の雨でベタベタだから早く水浴びをしてらっしゃい。はーい。そして弟が水浴びに出かけた隙に、姉は降らした飴の雨をきれいに拭き取りました。ちょうどその時、大勢の村人たちが二人の家にやってきたのです。なんとか間に合ったわね。姉は何食わぬ顔で村人たちを出迎えました。あら、皆さんお揃いで
どうしたのですか？すると村人たちは口々に言いました。宝が出たんだってな。出てきた宝を見せてくれよ。かわいいラクシュミ、ラーマ、私はあんたたちの遠い親戚だよ。だから宝物を分けておくれ。その宝は俺が以前に埋めたものだ。早く返してくれ。宝は王様のものだ。猫ババすると死刑だぞ。村人たちは自分勝手なことを言い出します。でも姉は慌てることなく不思議そうな顔で言いました。まあ、うちのラーマが宝が出たと言ったのですか？でも皆さん慌てんぼうですね。ラーマがどんなにおしゃべりで、あることないこと何でも言いふらすのはご存知でしょう。ちょうどそこへ水浴びを終えた弟がやってきたので、姉は弟に言いました。ラーマ、今日何があったのかお姉ちゃんに話してごらんなさい。すると弟は得意になって言いました。うん、今日僕とお姉ちゃんが畑を耕していたら、ものすごい宝物が出てきたんだよ。それから？うん、それからさっきお昼寝をしていたら、空から雨の雨が降ってきたんだ。とっても甘かったよ。それを聞いた村人は弟に尋ねました。空から雨の雨が降ってきたって？うん、そうだよ。甘い雨の雨が空から降ってきたんだ。それを聞いたみんなはゲラゲラと笑い出しました。はっ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 は、ラクシュミの言う通り、俺たちは慌てんぼうだったよ。そうね、まさかこんなところに宝物があるわけがないものね。バカバカしい、帰ろう帰ろう。そう言って村人たちは帰っていきました。その後、姉は隠しておいた宝を村人が怪しまない程度に少しずつ取り出して使い、二人とも末永く幸せに暮らしたということです。おしまい。